ニケの信徒への手紙。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けるところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。イザヤの予言。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知させるために、私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。大地が草の芽を萌え出させ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。